劇団長のガクフリースタイルです。今回ご紹介させていただくのはスウェーデンのブランドトグロフスの高価20リッターのバッグです。それではですね、実際の、収納ポケットなどに物を入れたりとかしながら、バッグの検証をしていきたいと思います。最大の特徴としまして、アクセスがサイドからのアクセスになります。サイドからのアクセスが非常に人気です。フォルムなんですが、シンプルなフォルム、いろんなものがついてなくてシンプルなフォルムになってますので、タウンユース、あのビジネスカジュアルにも使っていただけるデザインになっています。バッグ今下に据えたんですが、普通デイパックというと、立てた時に物を何も入れてない状態だとバッグがこう横にスッと寝ちゃうんですけど、あのパッドが入ってますのでバッグ自体が自立して立ってくれるということですね。そちらもすごい特徴の一つです。でフロント部分はジャケットなどを挟んで、こういうふうにして持ち運びできます。後ろなんですが、湾曲しているので、あの背中に背負った時には隙間が出ますので、汗をかいてそこから風が通るように湾曲にしなっています。柔らかいハーネスで肩にはしっくりくるようなデザインになっています。バンドはついていますのでフィットします。上下にワンタッチで調節することが可能です。それでは中のポケットの部分に物を入れていきます。